電磨製材、木質ペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに、今日頼むと翌日届くカタログ通販にお見せたい、ファーストリフォームの福島商店です。本日は1月8日土曜日、群馬県渋川地方、今日も晴天、快晴という予報になっております。で今日の方は昨日よりもですね、やや暖かめですけども、やはり小寒に入りますので、これから1ヶ月ぐらいはですね、やはり厳しい寒さが続くというふうに思いますので、お気をつけいただければと思います。さてですね、年が明けてからというか、まあ、年末からそうなんですけども、今年は今日、このよりも少し寒い感じなんでしょうかね。ペレット燃料の販売の方がですね、好調でありまして、まあ、なんて言うんでしょうね、価格も、原油価格とかも高騰してるからっていうのもあるのかもしれませんけども、やっぱり今日よりも少し寒いというのがやっぱ原因なのかなというふうに思っております。まあ、いずれにいたしましても、私ども、ペレットの製造もしておりますし、在庫も持っておりますので、対外国のことはですね、間に合うと思いますので、お問い合わせいただければと思います。電磨製材、木質ペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売並びに、京都のもと、翌日続、カタログ通販にお持ち際、ファーストリフォームに関することで、何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。